というわけで B サイランチっていうのを食べてきました。ビーチサイドの B サイランチ。どこだヘリ、見えない。なんか上の方にいるはずなんだけど見えないな。あ、いた。あ、結構高いとこ飛んでる。雲の形からしてこの辺りか。反射して見えない。あと太陽の方向に近すぎて直視できない。あ、なんか左端の方に虫、飛んでる虫みたいなぼやけたものが映ってる。だけど別に。で、ビーサイランチの食べてきました。意外となんか細かく野菜炒めたやつとか入ってて美味しかったです。やっぱりあの夜バーやってるとこでランチだけ昼間やってるみたい。あとロコモコカレーとかあった、それっぽいな。お、レンタサイクルかだよな。あ、こんにちは。こっちの方をぐるっと回って、この辺り民宿とかが固まってるとこみたいなんで、その中を少し回ってから南下する。なんか黒い雲が気になるな。食事所離れてさっきの通りにあったところかな。何の店だっけ。確かここら辺りに入るルートを作ってたはず。ここだ。これも高台に家作ってるところなのかな。乗ってない道だな、この下に行くやつは。
これ道じゃない。あ、あれ。どうなってる。一応ルートでは、あ、そうか、この辺り。線が引かれなかったとこだ。自分で勝手に線引いたとこだ。ルートラボだと自動ルート設定に入る設定でなんか線引いてくれなくて、まあでも一応民家の中じゃなくて、いや中か、いやあった、一応これ家と家の間の道だ。片手じゃ降りていけないな、これ。旅館だ。こっちは階段か。いや違う、階段、いや階段と急勾配の斜面か。あそこの船とか車でどう行くんだろうな。向こう側に道あるのか。ないっぽいよな。あそこ物は、あでもあそこ車止まってるしな。なんかあるんだな道が。というわけで南の端っこ行く前に、そうかあれか、なんとか浜だ、小田浜だっけ。この辺り旅館固まってる。高坂、この坂のことじゃないよな。左に小田なんとか浜か。砂があんまりないな。でもここに海の家があるってことはそうなんだろうな。あ、いや、砂
向こうの階段のところが目立ってて。さっきの。日が当たってるかどうかもあるな。もうちょっとしたら日が出るかな。出てきそう。波越えてきてる、これ。火が出てきた。もうちょっと向こうの方から撮ればよかったな。小田の浜か。違う、小田だ、小田だ。
あ、なんか暇がってるな、あれ。これ津波の被害なのかな。で、小田だよな、小田じゃなくて。うん、小田の浜。まっすぐ南の岬まで行っていいんだったかな。他に寄るとこ決めてたっけ。まっすぐだな。あれ、これた、ん？これイネジャなのかな。あ、稲だ。あ、田んぼだ、本当だ。米も作ってるのか。結構いろいろあるな。野菜とか米とか。牛とか豚飼ってないみたいだけど。でも魚があるか。あと全然ここって、まあ、震災とか状況じゃなければ気仙沼との行き来割と簡単だからな。でもなんか島で作物作ってみるとおおと思ってしまう。
住宅だ。やっぱこういうのが必要になるぐらいにかなり被害は大きかったんだな。柴木が作ってあるあそこ、あそこにも干し柿、いや玉ねぎか。ってことは玉ねぎも作ってるのかな。商店、ネギだネギだ。この島で猫初めて見たな。おい、こっち見てくれ。まさか、あらら、今ずっと気づいてなかったのか、近寄らせてるのかと思ったら、たつまい崎、あ、2キロあるのか。予定のフェリーの時間まであと1時間5分。
住まい崎何分歩くって書いてあったかな。シャボン玉だ。どっからだ。シャボン玉の出元が分からなかった。あそこの玉ねぎ落ちてある。また黒猫だ。あ、逃げる。何もやらんけど、何もやらんけど。よし。なんだこの道。あれの新大平ってどこなんだろう。民家多いな。あの店とかあるあの辺りよりも密集してるかのように見えると、そんなことないかな。よし。増えてきたな。
なんだこのアップダウンは。しかもあそこに水たまりがあるから全力で行けない。なんだこの罠。もうそろそろ車道終点かな。展望所200、あ、320メートル。あ、これやってないのか。そうだ、GPS。なんでこう苦労するんだろうな。やった。向こうからも歩いてくる人がいる。亀山にもあったけど覆ってあるのは木なのかな。椎茸とか。あ、こんな感じじゃないよな。ほとんど平地の300メートルぐらい。平でもないな。
と姫靴だ。これはまた急な、怖いなこれ。後ろ向いて降りなきゃいけないようなすごい階段が。ちょっとしかもこの黒い岩肌が。今のドンってなんだ。なんか嫌な音がした。あ、こん中の音か。怖え。余計怖え。何この重低音。さっきの重低音のあの音はどこで鳴ってんだ。いつ鳴ってんだ。これか。動画で撮れるかなこれ。
時は気が楽だ。写真を撮るの忘れたな。ビデオはこれスイートロジックでアップロードできるんだっけな。ビデオス選べるか。あ、選べるな。あ、ダメだ。トリミングできないんだな、これ。30秒までか。あ、30秒までいけるんだ。新規クリップとしてもさ、何こんなとこで編集やってんだ。時間は14時34分。まあ多少余裕あるかな。灯台か。そうか、島の南端。島の南端で外海に面してる方だからか。
魚付き、ホアンリーの旗、魚付き、なんだこれ、デフォルメしすぎててよくわからない絵になってる。誰の絵だ、あの魚もどこが目でどこが口か、下あれが目か、気持ちいい、この木陰は僕らの休憩所さ。うん、到着。これは浮きか、なんかね、養殖の浮きかな。海辺に点々点々、なんか丸いのが浮かんでる。あんまりなんか、あ、いや、直線になってるな、あそこ。でも結構バラバラに浮かんでるようにも見える。景色的にはなんか木が結構邪魔になってるせいで写真映えするわけじゃないな。もうしか映ってないのか、これもう一回。枝がボトボト落ちてるな。なんでこんな枝折れてんだろう。よし、じゃあこれと HDR で撮って、よし、これで大島の見どころ一通り終わったかな。西海岸沿いは何もないんだったかな。気仙沼大島の南端点辰舞崎丸、辰舞崎はやっぱダメだな。辰はあれか、あの字、辰舞先、あ、先はあるか。インパクト的にはここよりも、あ、一旦ここでツイートしよう。変更として添付するのに、送信するのにどんだけ時間かかるかわからん。それよりも名前に
に合わない乙姫靴の迫力たまに響く重低音が怖い エンコード中ツイートロジックいつの間にビデオトークに対応してたんだろう。今度は15メガ制限に引っかかったのか。どんだけ短くすればいいんだろうな。15秒くらいかな、これで。15秒。チュース。今のが何メガかっていうのに表示してくれないと参考にならん。あ、パンダ通った。で、あと写真。オンリーワンビデオインツイート。まあいいや、これで。投稿にどんだけかかるか。今まで少なくとも7、8メガ以上はあるわけだ。ギリギリ15メガに引っかかったとしてそれの半分だから、自転車のとこに戻るまでに投稿できるかな。できてるもん。あ、こうして、割と綺麗。
れ、なんかめちゃくちゃ短く投稿されてないか、途切れてないかこれ。まやテント張れる、あれ立ち行き禁止になってんだ。30分か。本当は北側の西の端の方の道も回っとこうかと思ったんだけど、まあ何があるというわけでもないんだけど、情報の上では。亀山のに登った時に天気良くてよかった。
こっちの方何もないかと思ったら結構民家が多い。何の店なんだろうこれ。あ、読めない。あ、いや、洋品だ。こっちの道なんか左に行って、また下って登ってくることになる。いや、一緒か。じゃあこっちだ。悩むほどの距離じゃないな、全然。 100m と 100m、200m の話だ。これ民家か。古くて立派な感じ。で、こっから登っていって道に復帰か。
こんにちは。先越されたな。でもやっぱ大人の人にはなかなか、地元の人にはただ通りかかっただけでこんにちはっていうのもどうしたもんか迷う時がある。まあ結構観光が大きな比率占めるとこだったら大丈夫って、なんかそういうのも商売っぽくて嫌だな。おばちゃんおばあちゃんは結構話しかけるな。お父さんはたまに気難しい人がいるからリスクがある。この山の形がなんかてっぺん平たいな。あの十字のところに十字キーをはめ込みたい。ファミコン仕様にしたい。じゃあそこ入ってたら危険だろうな。今タイムロスしたら結構怖い。あの山を越えて向こうまで繋がってないと通れないしな。街灯がもうつき始めてる。畑があちこちある。田んぼもどんぐらい米自給してるのかな。結構大きい。
島の北側にはやっぱり民家かなり多いように感じる。筑前大島とは違うな。まあでも北の方の山の方はあまりそうないわけだけど、おお、お、うん、あ、右に行けか。おお、どこだ？これだよな。ん？なんか、なんだこれ。あ、違う、あっちか。ちょっと隙間失礼して、よいしょ。あ、違うタイプの方だ。よし、あと15分か。あっちの道回ってくるとちょっと危ないな。危ないというか間に合わんな。5分だけ行けるだけ行って戻ってこようかと思ったけど、まあ迷惑かかるかもしれんからやめとくか。バリ作業中だな、この辺り。あれ、向こうが道か。あれ、一体、あ、違う違う、大丈夫だ。ここしかない。いや、おかしいな。あれ、やっぱりなんかどっか間違ってるぞ、ここ。あら、せーの、いてててて、よいしょ。肩痛え。ドリーム大島か、全然名前違うな。サメの絵はあれ
上の黒いところ目だったんだ。上向いた口かと思ってた。帰りはドリーム大島号何亀山だったっけな。行きに乗ったやつは亀山号だったっけ。フェリー亀山か。行きのフェリー亀山とは形がかなり違う。時刻表を見ると点この2隻で回しているのかな。丸。席じゃなくて、そうか、1席2席の席ってどこに出てくるんだ。ダメだ、出てこない。暗くなってきた。帰りは緑色。バッグの中に忘れてるのないかな。いいんですかね。あ、すいません。
丸。とりあえずこれから気仙沼駅でから輪行して天。港に着岸丸。ビール川さんから目の前なんだ。で、さっき乗り換え案内で検索してたら気仙沼雨になってたんだよな。今もほんのちょっとパラッときたし、多分かなり危ない天気的に。で、それはそれとして肌寒いです。気仙沼に昼間いたことないな。だいたい夕方以降か朝方しかいない。だからここ開いてるの今初めて見た。よし、駅まで10分で、で列車の時間が確か20分かな、21分かな。
あ、そうだ、今日はどっち側から行ってみるか。夜一遍走ってるけど撮影しながら走ってない、こっちの道化粧坂。本当に山彦だったかな。うん、山彦。しかし4時だったね。この暗さは雨が降りそうだからか。結構みんなエンジン切ってて、青になってからはエンジンかける車が今何台もいた。のんびりしてる。木肌。あれ来るときどんなのに乗ってきたっけな。さて、この定位置だ。
駐輪、59分か。21分。さて、確か工具と輪行袋それぞれ別に入れたよな。あ、いやそんなことなかった。いや、ある。バッテリーを交換しとこう。一応 iPhone 用とモバイル、モバイル？違う違う、あ、いいか、モバイルルーター用のアクションカマもいらないけど、じゃあ、あとはまあいいか。よっ。
いや、お待たせしていますね。
終電車に乗り込んでから収納しよう。でも基本の車内別に珍しくないか。写真撮るの忘れたけど、まあどうでもいいや。こんなんで、さて今15分はなってないだろう、まだ。うん、缶って何だ、 何が当たったと、いや、これまずいか。トイレ横だな。あ、もういいか。いや、救護事故対応器具だからダメだ。結構乗ってるな。BRT 元吉方面、静川行きご利用ください。